もうとにかく今はチャーシューが大きいラーメンを多いとするチャーシューですね。いくら沸騰させても、まあ、ぬるく感じるんですよね。なので冷たい具材は冷たい具材で出す、すると温度が下がらない。でチャーシューはちゃんと焼いてのせるので、もう熱々のまま食べれる。本当 100% 豚骨なので、そこに、まあ、県産の牡蠣とかを加えて出汁にですね、広島に来たらぜひ、うちにラーメンを食べに来てください。お願いします。